うちわの生産量が日本一の香川県丸亀市。町の施設や公園にはうちわのデザインが取り入れられ、市民の生活に根付いています。丸亀うちわとは、伝統的な技法で作られた竹製のうちわ。1997年には国の伝統的工芸品にも指定されました。その始まりは江戸時代、こんぴら参りのお土産品として人気を博し、さらに京極藩が武士の内職として奨励したことで、丸亀の代表的な地場産業として発展を遂げました。丸亀うちわの特徴は、一つは多種多様な、他の産地と比べると様々な形のうちわが作られた。やはり、利用シーンであったり使い方に合わせた、うちわを作れるというのが、丸亀の技術の特徴の一つです。うちわの港ミュージアム、ここでは丸亀うちわの販売や貴重な文献などが展示、職人の技が見学できる実演コーナーがあり、丸亀うちわの魅力を発信しています。そして最も力を入れているのが後継者の育成。丸亀うちわ技術技法講座では、伝統工芸士などの指導を受けながら、受講生は基本的な技術や技法を16日間かけて習得します。丸亀うちわ作りは大きく分けて、骨、そして梁、一本のうちわができるまで47に上る工程があります。伝統工芸士の磨き抜かれた職人技が、新しい価値観を持った次の世代に受け継がれ、今なお新しい形の丸亀うちわが生まれています。で、一つ一つの工程が次に進むにつれて、自分のできてなかったところとか、ここもっとこうしたらこうなったんだろうなっていうところがすごい分かって、すごい深い産業だなっていうのを思っていて、楽しくその自分が作りたいうちわとか自分の目指すうちわを作るには、もっとすごい長い年月がかかるんだなっていうのをすごい今感じている最中です。やはり持ったところと実際仰いだところだとか、そういったものはもう全く違うと思ってます。実際に作ってみて初めて、そういうことを感じることができたのかなと本当に強く思いました。私は福岡県北九州市から来ておりますので、できれば九州から丸亀うちわの素晴らしさを発信したいなというふうにも感じております。手作りならではのぬくもりと風情あふれる丸亀うちわ。日本の夏に欠かせない風物詩は、伝統と職人の技で涼を届けます。